あのバンコクのマリオットのホテルに着きまして、今ですね嫁がチェックインしてるんですけども、あのゴールド会員だと、まあ、通常のフロントとは別にですね上級会員専用のですねところで、まあ、チェックインをするみたいです。嫁がチェックインしているのでもう少し待ってみましょう。どうも、オナです。今回はホテルの上級会員になるメリットについて紹介したいと思います。これからですね、私が先日タイ・バンコクのマリオットホテルに泊まった時の映像をですねお見せするんですけども、その前にですね、まあ、伝えたいことがいくつかあります。それはですね、ホテルの上級会員になるっていうのはですね、本来10泊20泊とそのホテルに泊まって初めて、まあシルバー会員ゴールド会員と上がっていくんですけども、実はホテルにですね泊まらなくてもいきなりですねゴールド会員になる裏技的なものが存在します。具体的に言いますと、クレジットカード発行してそれでですね、まあ、ゴールド会員になるという方法なんですけども、これはですねかなりおすすめです。特にアメックスの SPG カードに関しては、 SPG グループとあとマリオットホテル、ここのですねゴールド会員になれます。マリオットはですね、特にあのゴールド会員になるとラウンジが同伴者1名まで無料で使えたりですとか、あと朝食もですね無料になります。これもですね同伴者1名まで OK です。マリオットホテルといいますと、タイ・バンコクのマリオットホテルでかなり安くて1泊 1.5 万円これでもですね、多分本来あんましそういった高級なホテルに泊まってない人は高いじゃないかって思うかもしれないんですけども、東京にあるですねマリオットに比べると2分の1以下の値段になりますし、あと上級会になってそのタイ・バンコクのマリオットホテルに泊まればですね、レイトチェックアウトも4時までさせてくれますし、先ほど言った通りラウンジ、まあ、朝食無料、そういったですね特典もついてきます。あとですね無料のアップグレードもですねされます。そういったですね特典をですねフル活用するとそこまでですね 1.5 万円高くはないと思うんですよね。まあ、さらにはですね、まあ、なんといっても5つ星ホテルの中でも超有名なですマリオットホテルなので、ぜひともですね皆さんですね、私のようにですね、まあ、上級会員になってタイのバンコクのマリオットホテルですね、ここはですね本当にもう世界でかなりいろいろマリオットホテルってアメリカとかですね、まあ、ヨーロッパにもあるんですけども、かなりですね安く泊まれるので、一度はですね泊まってみてください。現地で撮った動画ですね、これからですねお見せしたいと思います。マリオットホテルチェックインできました。12時頃で、通常だと3時からのチェックインになるんですけども、アーリーチェックインをですねさせてくれました。まあ、それでこれ見ていただければ分かると思うんですけども、アップグレードっていう形でですね、一番安い部屋をですね用意していたんですけども、上の階のさらにですねちょっと広い部屋をですね、あの今回ですね用意していただきました。まあ、部屋の様子はですね、このようになってます。今外からですね戻ってきたんですけども、なんとフルーツがですね置かれてました。多分これは上級会員だから置いてくれたんだと思うんですけども、こんなサービスもですねあるようです。まあ嬉しいですよね。朝なんですけども、これからですね朝食を食べに行きます。ゴールド会員だとあの朝食ですね2名まで無料で食べれます。だいたいここは1泊食べるとなると700バーツなので2000円ちょっとかかるんですけど、それが2人分ただになります。まあ、なので食べてきます。朝食はですね1回だけじゃなくてラウンジでもですね食べることができるのですが、まあ、今回はですね1回で食べようと思います。さすがにうまい。チェックアウトの時間になりましたので、これからですねマリオットホテルチェックアウトします。まあ、今ですね16時で本当に長い、昨日の11時にチェックインして今16時チェックアウトするので、30時間
近い滞在ができました。値段はですね、まあ、1泊1万5000円とですね、まあ、決して安くはないんですけども、楽しむことができました。上級会員になるのって実はですね、そんなに難しくなくて、最近だとまあ SPG グループになったので、 SPG のゴールドだとですね、自動的にマリオットのゴールド会員になります。それで SPG のゴールドなんですけども、これっていうのはもうアメックスが発行してですね、年会費はちょっと高いんですけども、それさえですね発行すればですね、いきなりですね上級会員、過去にホテル泊まってなくても上級会員になったりですとか、あと私の場合というか妻の場合はユナイテッド航空のゴールド会員だったので、今回ですね、まあ、自動的に連携しているですね、マリオットのですねゴールド会員になりました。それでは。